社会政策学会、日本1897年。社会政策学会は、戦前の日本で活動した、社会科学研究団体。1897年、明治30年結成。1924年、大正13年活動停止。学会とはいうものの、単なる学術研究団体ではなく、講演会、年齢大会などを通じて、 社会政策の必要を世論に訴える啓発活動や政府の社会制度立法に際して様々な提言を行うなど多彩な活動を繰り広げた。また当時の大学の枠を超え全国から官、学、民の進歩的人材が参加し日本最初の経済学、社会科学の総合的学会となった。ドイツ歴史学派の強い影響を受け政策立案を通じた。 社会改良主義を主張したが、第一次世界大戦後、マルクス主義社会科学の流行などにより、次第に影響力を失い、休眠状態に陥った。日清戦争後の日本では、産業革命が進行し、木の織物業、メモ織物業などの繊維産業が有力な輸出部門として発展し、また、八幡製鉄所に代表される鉄工業も根付きつつあった。 しかし激しい国際競争の下で強い競争力を持たせるため低賃金、長時間で職場の安全性を欠く労働環境が労働者に強制された。その一方で1897年には片山線、高野ふ太郎らが結成した労働組合機会が実際に労働組合の結成を始め未だ勢力は弱小というものの組織的な労働運動が芽生え始めていた。 このようにして、労働問題を中心とする社会問題が一般に認識されるようになり、それへの対処が要請されるに至ったのである。1896年4月26日、桑田ダクマゾ山崎角次郎、小野塚木平次、高野岩三郎ら10名によって結成された社会問題の研究会を前進としている。この研究会は、ドイツ留学で、 当時最先端の経済学とされていた社会政策学派の後段社会主義。当時は後段社会党と呼ばれたを学んだ桑田山崎が社会問題の激化予防と解決のため、ドイツ社会政策学会をモデルに設立したものであった。会はさらに、金井延、田島金次、高野ふ太郎、佐久間定一らを会員に加え、発足後しばらくは月例会を開催していたが、 翌千八百九十七年四月二十四日、社会政策学会と解消し学会としての活動を開始した。学会は千八百九十八年七月、桑田、金井、富津広との執筆による社会政策学会主意書を発表した。主意書は自由放任主義及び社会主義への反対を表明するとともに、現在の私有的経済組織を維持しその範囲内に、 オテカ人の活動と国家の権力に寄し捨て、階級の圧力を防ぎ社会の調和を期すとあるように、明確に資本主義の枠内での社会改良主義の立場を標榜した。と同時にこの主意書には、会員の片山選らが、結成、1898年した社会主義研究会との違いを明確にするという意図も込められていた。さらに、1901年には、 社会民主党の決闘イコール即日禁止という状況を背景に弁明書、和田垣健三、金井、桑田の連盟による公やけにして社会主義と社会政策の違いを強調して再度社会主義を非社会主義勢力と同一視されることを拒否した実際八時間労働制、児童労働の禁止、労働組合公認など社民党の考慮と学会の提言には 多くの共通項目があった。実際、名称に社会を冠した、この学会は当局から危険視されたこともあり、一時は会員が警視庁のブラックリストに掲載されていたとも言われる。この弁明書は一方で自由法人主義の立場から社会政策に反対する田口浮吉、他方で社会主義と社会政策が配置しないことを主張する社会主義者、 阿部伊藤の批判を呼び起こした。学会内部でも、1907年の第1回大会、口述において、右派勢力を代表する添田敏一が、主従の定義に基づく、社会政策を主張したのに対し、中間派に位置する福田徳造や、左派の高野岩三郎から反されるなど、思想的に幅広い層から結集したが、ゆえの対立が起こっている。 ただし一部会員を除いて、会の主流は、社会主義に反対していたとしても、下からの運動を通じた、社会改善それ、自体を否定していたわけではなく、労働組合による労働者の自主的な地位、改善運動の必要は認める立場を取っていた。会は単なる学術研究団体の枠に留まることなく、1898年10月の、 工場法制定を進める講演会を端緒として、啓発活動を積極的に展開、社会政策の必要を求める世論の喚起を図った。これに加え時々の重要な社会、経済問題について、特別委員会を設置して、問題の解明にあたり、1907年には、工場法、討議外目として、第1回の大会を開催した。この大会では、従来実業会で、 工場法反対の急先鋒であった渋沢栄一を来賓として招き、工場法に賛成する演説を行っている。大会は以後毎年公開で開催され、工場法制定問題のみならず多くの社会問題を論題として設定し活発な討論を繰り広げた。既存の国家学会雑誌、1887年創刊や1906年、 東京交渉の教官を中心に創刊された国民経済雑誌は大会記事や会員による研究論文などを掲載するなどこの学会の事実上の機関紙としての役割を果たした。学会はまた様々な政策提言も言った。特に発足当初よりの課題として取り組んできた工場法の制定については3回にわたり政府による法案の諮問に答申する形で 同法の制定、1911年と実施、1916年に大きく貢献した、1909年、1910年、1916年。中でも3回目の答申は、制定されたまま実施が見送られていた同法の実施令制定に先立ち、我が国最初の近代的な労働災害保障制度を提言したものである。法上法以外にも、また、学会は、 労働局設置問題、足を行読問題などに積極的な取り組みを見せ、1922年には貴族院に上帝された過激思想取締法案の父案維持法へと発展したに対し、学会として反対決議を声明している。工場法制定の講演会開催の頃から、学者、研究者のみならず、社会問題に関心を持つ進歩的な実業家、管理、 さらに労働運動家など、官民の枠を超えて入会が増加したこともあって、会の社会的影響力、名声は次第に高まり、教授議会、学会登竜門、住谷越次などと称されるようになった。当時の日本には、全国的な政治学、経済学の学会が存在していなかった事情も、鉄大、社会政策学会は、全国から参加者を集めて、 発足当初の1898年には約20名であった会員数も1902年には68名、1909年には122名、1922年には236名に達し、社会科学諸分野を総合する一大学会の要素を提するに至った。大正期に入って友愛会が発足。 ようやく組織的な労働運動が息を吹き返したが、学会はそのような状況の変化に適応することができなかった。さらに、第一次世界大戦後、ヨーロッパより、マルクス主義社会科学が日本に伝えられ急速に勢力を拡大すると、会の標榜するドイツ歴史学派流の改良主義は、特に若手研究者、知識人から古臭いとみなされるようになり、 会の影響力は次第に失われていった。ドイツ社会政策学派ではより急進的なブレンターノに学び帰国した福田徳造は学会内では新世代に属し、中間派として厚生経済学による生存権概念の説明を試みていたが、マルクス主義に立つ川上はじめ、高野岩三郎、森戸達夫、大内表らの左派勢力に十分対抗することは出ず、 学会内の左右分裂はますます激化し、第13回大会、1919年における、労働組合の位置づけをめぐる論争、労使協調の機関が、階級解放の手段化のように、非和解的な対立へと発展していった。1919年に起こった二つの出来事は、学会の分裂と混迷をますますあらわにする結果となった。まず、労使協調を目指す、関。 在、学共同の機関、協調会の設立に際し、この会への参会館をめぐって、学会内の対応は二つに分かれた。鈴木文治、大日本労働総同盟友愛会が、労働組合を前提としない、労使協調に反対して、これへの入会を拒否すると、堀江貴一ら総同盟に近い会員は、協調会参加を拒否し、彼ら以外にも、高野岩太郎、森戸達夫、 川上はじめ、河田志郎、福田徳造が不参加の態度を取った。これに対し、学会中の旧世代あるいは右派と目されていた、桑田熊造、川津明、金井延、添田敏一、神戸正夫、木賀勘十らは理事などの役員として参加したのである。また、同年、国際労働会議労働者代表選出問題で、高野岩三郎が、東大辞職を余儀なくされ、 大原社会問題研究所の設立に際して、初代所長に迎えられた。発足以来学会の事務を担当していた高野が、活動の軸を大原社権に移したことは、学会の活動を、ますます停滞させる結果をもたらした。その前年まで、大会報告として、毎年刊行されていた、学会論が刊行されなくなったのは、このことに関わっていると思われる。さらに翌1920年、 雑誌論文をめぐる、筆火事件、森戸事件により、東大経済学部を失職した、森戸キャツを、大内兵衛が、大原社権に心メンバーとして参加した、学会関係者としては他に、川田史郎も参加。この結果、学会の現状に飽き足らなくなった左派の研究者たちは、大原社権に結集していったのである。以上のような分裂状況の結果として、 1924年、大阪での第18回大会を最後に、学会の大会は開催されず、事実上の活動停止に陥った。しかし正式に解散や、休止の宣言がなされたわけではなく、戦後に再建、公述された現社会政策学会はこれを、休民と呼んでいる。なお、社会政策学会の休民により、全国的規模での経済学関連の学会は、 消滅してしまい、その復活は1930年の社会経済史学会、1934年の日本経済学会の発足まで待たなければならなかった。学会に参加していた学者、研究者のうち、左派とされる高野岩三郎、森戸キャツオ、大内氷江らの大原社権グループは、同研究所長に就任した高野を中心に、社会調査や理論研究に、 大きな成果を上げた。これに対し、クワタクマゾーラ協調会に結集した旧世代右派の人々は、同会の機関誌、社会政策事法の編集に当たった。協調会は調査研究に加え、政府の諮問に応え政策提言を行うことを主要な活動とし、発足当初には実現しなかったものの労働組合法制定に大きな力を注いでいたため、 社会政策学会の一側面を継承したものと見ることができる。川上はじめ、福田徳三は、それぞれ独自の立場を貫いた。戦時期には、社会政策時報に論文を執筆していた、大河内和夫、風早八十二、服部太郎らを中心に、戦時動員体制の下での社会変革を目指す、生産力理論が提唱された。戦後、 大河内や岸本栄太郎らによって再建され、現在も活動を続けている社会政策学会は、大内ら旧学会参加者の承認により、戦前以来の名称と財政を継承しているが、多様な社会、政治活動を展開した戦前の学会とは異なり、純然たる学術団体となっている。先行する国家学会が東京帝大法科の官学アカデミズムを拠点に、 官僚の主導で発足したのに対し、あくまで学者たちの自発的な契機から結成され、また、学者、官僚のみならず実業家、弁護士、社運動家などが多数参加したことは、アカデミズムの閉鎖性打破につながった。従来、諸学会は東京定大を中心、頂点に運営されていたが、社会政策学会では、東大以外の交渉。 私立大学も年齢代の会場とした点に特徴がある大会参照。以上のような会の新しい形態は、国家学からの社会科学、特に経済学の自立、法学部からの経済学部の文化という状況に対応、東大で法学部から独立した初代の経済学部長に就任したのは、会の中メンバーたる高野岩三郎であるするものであり、それまで全国的、 総合的な学会を持たなかった経済学者たちはこの学会を日本で唯一の経済学会として続々と参加した。それとともに問題の中心をあくまで国家に置き、国家による社会の取り込みという形で社会政策学を構想していた初期の課内延、桑クワタクマゾなどの立場から社会を自立したものと捉え、国家もまた社会にとっての手段の一つと考える服だ。 特造の立場へと主流が次第にシフトしていった。社会政策学会の政策提言中心の立場は、工場法など社会立法の実現に伴って、次第に新鮮さを失っていった。新古典派の福田特造やマルクス主義の川上はじめの対等に代表される若い世代の理論思考に応えることができなかった。一方で、資料分析、実態調査に基づく実証研究についても、 内田銀蔵の日本経済史研究や高野、岩三郎の月島労働者実態調査などを数、少ない例外とて、おおむね手薄であった。1907年より毎年、おおむね年末の3日間、第6.1314.18回のみ2日間に、わたって東京市内の大学、専門学校を、会場、第18回のみ大阪として開催された。 基本的には1日目には統一論題による総合討論、2日目には個別テーマによる講演会、3日目には工場、社会施設などの参観が行われた。学会年齢大会での報告、討論などは社会政策学会論争として、それぞれ開催の翌年に同文館より刊行された全13冊、第13.14冊、及び 第16回大会以降の記録となるはずの第16冊位は刊行されなかった。上記論争は社会政策学会資料修正編纂委員会の編集で1977年から78年お茶の水処房より社会政策学会資料修正全13巻別巻1として復刻版が刊行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。